荷物を預けて、これからまた、なんだっけ、香港じゃなくてジャカルタ行かないと。エレベーターをもちろん使えばすぐなんですけどね、登山をするんでね、エレベーターなんて持ってるのか。お返しして空港に行くわ。まずはシンガポールへ。今回は遠いのかな、ターミナル、ターミナル。今着きました。暑いな、やっぱこの国はめっちゃ暑い。着いた、インドネシア。全くビジネスだとは思われない、この格好だと。インディアナ・ジョーンズって言いました今。今日はめっちゃタクシーの列。です、これ。ブルーバードグループだけ。他のタクシーはすぐ乗れるんですけど、ブルーバードだけタクシーの列。結局、移動で1時間。あそこゲート閉めんのかな。ゲート閉めるようになったよくわかんない。なんでゲート閉めるようになったのかが全然わかんないけど、いつもの宿に到着です。さあ、パッカーローチ、ここめっちゃいいっすよ、安いし。よいしょ、こう1000円っすね、こう1000円で、まあもちろんベッドでしょ。めっちゃクローゼットあるんですよ、住めるぐらい。1000円で、例えば30日住んだら3万円だ。ここ1ヶ月ずっと住んでても3万円。これシャワーもあるし、ここはドミなのに、ドミじゃねえな、